田中国重田中国重から1941年2月19日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍大将。異海君党は正二位、君位投校三級。薩摩国出身。他、中国校の長男として生まれる。中学増士官、第五高等中学校を経て、1893年7月陸軍士官学校を卒業。 翌年3月、騎兵省委任官、この駅兵大隊付となり日清戦争に従軍した。騎兵第6連隊付陸士教官、中央幼年学校馬術教官を経て、1900年12月、陸軍大学校を優等で卒業した。騎兵第10連隊中隊長、参謀本部員、大本営参謀を経て、日露戦争に満州軍参謀として出征した。 交尾混成第4旅団参謀長、アメリカ大使館付部官、騎平第16連隊長、自重部官、イギリス大使館付部官などを経て、1918年7月、陸軍少将に進級。パリ講和会議全権委員随員、参謀本部、第2部長、ワシントン会議随員、騎平第3旅団長を歴任。1922年8月、陸軍中将に進級し、 第十五師団長、この絵師団長、台湾軍司令官を務める。1928年8月、陸軍大将となり、軍事参議官を務め、1929年3月、予備役に編入された。1933年から死去するまで名林会、主催であった。1941年2月19日、心臓麻痺のため皇居。去年73。 開名は大金殿、名誉惚時特国十大古事。墓所は港区南青山の流泉寺。ありがとうございます。